近所の住人の通報で駆けつけた警察官がガードナー夫妻の遺体を発見しました。遺体には刃物で切りつけられた跡と拳銃の弾痕があることから殺人とみられています。死後1週間以上経っており、損傷が激しく糸で不自然に縫い合わされている状態でした。糸で縫い合わされて。遺体の近くにいたガードナー夫妻の娘レイチェル・ガードナーに怪我はなく、無事に保護されましたが、言動に混乱が見られるため、警察…君は、ご両親が嫌いだったのかい？いいえ。それじゃあどうして、あんなことをしたのかな？あんなこと…切ったり、縫ったりしただろ？ああ、あれは、家族が欲しかったの。きっかけは何だったのかな。家の近くの路地で子犬を見つけたの。小さくて弱っていて、私その子犬が欲しかった。それでお父さんとお母さんに相談しようと思ったの。でもあの日、誰が働いてると思ってるんだ。あなたみたいなアル中の警官、誰にも必要とされてないわよ。うるさい。何をするの。話聞いてもらえるかな。こんな遅くまでどこ行ってた。相変わらずだんまりか。頭は動いてるのか。あの、お前も文句あんのか。ねえ、ああ、私を不幸にしてそんなに楽しい。何がおかしいの。俺は俺の幸福を買いに行くんだ。幸福？それなら私の幸福も買ってきてよ。不幸な私にも幸福とやらを買ってきてちょうだい。邪魔だ。ねえお父さん、あのね。なんだ、お前も邪魔するのか。あの、汚い男、汚い手で私の人生をめちゃくちゃにするのね。あなたがこの家をぐちゃぐちゃにしたの。あの、頭も体も全部酒に侵されてるんだわ。それであなたの頭はおかしくなったのよ。やめろ、やめろと言ってるんだ。あの、お前が悪いんだ。あの、あの、話を聞いて。ねえお母さん、やってやる。あいつ泣きわめくわ。お母さん。何を。あのね、話を聞いてほしいの。今あなたに構ってる余裕はないの。でも勝手なことしたら怒るでしょ。だから話を。うるさい。なんであなたも言うこと聞かないの。私はね、あなたがいるからこの地獄から抜けられないの。あなたが憎いのよ。自分の部屋に行きなさい。
言うことを聞いたら私の話を聞いてくれる？早く行きなさい！誰も私の話を聞いてくれなかった。その後、あの子犬を見に行ったの。そしたら、体を震わせていて、撫でようとしたら噛んだの。その後は、よく覚えてない。気がついたら、部屋でその子犬を直してあげていた。直す？それからどうなったのかな。あの日はとっても騒がしかった。いい子だね。ずっとそばにいていいんだよ。お前のせいだ。お前がおかしいからあいつもおかしいんだ。違うわ、私じゃない。心配いらないからね。ちょっと見てくるね。あなたが私とあの子をおかしくさせたのよ。なんだって？あなたは服を運ぶ害虫のような男なんだわ。お前、ねえ、何する気なの？それどうするつもり？いや、来ないで。やめて、やめて。そこで何を見たのかな。見たんだな。俺はな、最初からいらなかったんだよ。ここにあるもの全部俺を不幸にするんだ。だからお前も死んでくれ。おい待てよレイチェル。大丈夫だよ、怖くないよ。俺がイカれてると思うか、レイチェル。でもな、お前も一緒だ。そんなもんに話しかけて。お前がやったんだろ。殺した後引き裂いた腹を縫って、口を縫って、心地よかったか？この子は私のものになっただけ。お前いらないんだよ。お前いらないんだよ。なんだそれ。それは何かって聞いてるんだ。お母さんの。あいつそんなもん隠してたのか。ねえお父さん。ああ、私の理想の家族になって。お父さん、私が直してあげる。お父さんとお母さんの体を縫ってくっつけてあげたの。お父さんの悪い腕はぬいぐるみの腕と取り替えて、お母さんの口はにっこり笑うみたいに唇に糸を通してあげた。理想のお父さんとお母さんになった。そうなんだ。その後、三人で子犬で遊んで楽しかった。だから、警察の人がみんなを連れて行った時は悲しかったの。レイチェル、君の悲しみはよくわかるよ。あと一つ聞かせてくれないか。君が入った保護施設でも
小さな動物が死んだね。それはなぜか知っているかい？君がやったのかな。可愛がっていたと聞いたよ。うん、そう、すごく大好きだった。でもダメだったの。ダメだった？うん、欲しくなったの。私のものなら。What is your emergency? Someone followed me and my brother home from school. Our parents are not home. Have you seen this person before? No. Can you please send help? Where are you now? At home. In the living room. I'm looking out the front window. The tall man is scaring us. Where is this guy? In front of the house. What is he doing? He's standing behind a tree. He's very tall. Help us. I'm scared. What was that? I don't know. The lights went out. I'm scared. Help is on the way. Oh my god, oh my god, oh my god! What's happening? He's looking at me. He has no face. His face is gone. Calm down. Does he have a mask on? No. He's coming. Calm down. Help is on the way. As long as he's outside and you're inside, you'll be fine. Describe him to me. He has a suit on and a tie. He's very tall. He has long arms. He's bald. I'm scared. Be brave, okay? I want you to be strong right now. It's going to be fine. I'm here with you. He's coming. How's your brother doing? He's not doing anything. He's acting strange. What is he doing? Staring. He's staring at me. Is he scared? No. He's not saying anything. How old is he? 9. What is the tall man doing now? What's the matter? He's in front of the window, facing me. Back away from the window, get your brother, go into the restroom, and lock the door. Young lady, are you okay? Hello? Are you there? Hello? Young lady, are you okay? I'm fine now. I'm not scared anymore. The tall man just wants to play. He's my friend. Where is he? Stay with me now. They're safe. Who are you? She will be missed. Sir, please don't do this. I see you, operator. You're scared. I feel your worries and your doubts. The one you call Sarah will be mine, too. How do you know my daughter's name?